ラジオエイジです、えー。1月14日9時56分です、えー。今日からですね、ちょっと朝早くから活動を始めて、えー、ねより楽しい、より役に立つ動画をね、えー、出していけないかということで、いろいろ頭の中にアイディアがあるので、それを実現していこうということでね、そのためにはちょっとね前倒しで活動した方がいいんじゃないかということで、今日からちょっと活動時間を早めて見ています。えー まあね、今ね、今日は、えベー米ドルが高くて、今朝、110.16まで今ね、上がってます。で、110のね、1よりも上、110.1よりも上はね、ちょっと高値警戒感出てくるところなんですよね。だからちょっと今高値警戒感出てくるんだけど、まあ、かといってここで売れるかっつったらね、ちょっと売りは厳しいね。強いんでね。だからまあ、えー、110の5まではね、あり得るんで、まあそこまでは行くのかなと思ってみて、見てますけどね。 日経平均はどうなんだなかなかね、やっぱりね、2万4千の壁は厚いので、それを超えることはなかなかできないっていう、予想通りの動きになってますけどね。で、今日から場中にですね、ちょっとあの、今安い銘柄はこれだ、みたいなね。 のをやってみたりとか、いろいろちょっとやりたいことがたくさんあって、それをね、少しずつやってみようかなと思ってます。まあ、よりあの、えー、トレードのね、えー、お趣味としている人たち、えー、安全なというか、しょぼいトレードをね、趣味にしている人たちに、できるだけね、いい情報が提供できればと思ってやっていきます。えー、ということで、今日は午前中なんでなんかね、ちょっと、 雰囲気違いますよね。こう、ちょっと自然光が入ってるんでね。いつも自然光が全く入ってない部屋で録画してるんでね。今日はちょっと雰囲気違う感じで撮れてると思いますけどね。えー、そんな感じで朝のラジオレジです、えー。これからね、ちょっと前倒しで、まあいもとに、とにかくね、撮りたいテーマがいっぱいあってや、やりたいテーマがいっぱいあって、研究したいテーマもいっぱいあって、えーまあ、ずっと張り切ってますけどね、えー。そんな感じでやろうと思います。 えっと、昨日ちょっと命押し悪いとか言ってましたけど、今日はね、しっかりお腹も空いてね、えー、体重も少し、えー、昨日よりも少し戻ってね、えー、いい感じです。はい。元気です。はい。<laughs> ということで、えー、これからね、今10時なんでね、ちょうど今ね、こ,うこ,の,この時間がね、ドル円のピークなんでね、ドル円のピークが来るところなんでね、まあ、あーピークっぽいチャートなチャートってかなってんなって感じです。 ちょっと見ましょうか。ね。これが、あの、ま、あドル円でこうなんでね、あの、朝の10時にね、ピークが来るんですよ。で、えー、特にこういう調子のいい時はね、こんな感じで上がっていて、今10時ね、ピーク来てるんですけど、え、110の10いうところから上はね、ちょっとね、高値警戒感が出てくるところなんでね。これどうしてかというと、109の10の、まあ、あ1円上だからです。えー、ということでね、ちょっと高値警戒感が出やすいところなんですね。 なんですけど。で、まあ今10時なんでね。で、10時まで上がると落ちるんだよね。ね、まあ多分ちょっと落ちると思うんですけどね。今もうすでに上髭つけてね。110の20からのところから落ちてきてますけどね。えー、こんな感じで今日、ル円は元気よし。ね、えあの日経もね、結構上がってるんですけど、2万4000の壁超えれるかどうかというね。そんな瀬戸際に来ていると。多分無理だと思うんだけど <laughs>。えいけるかどうかね。多分無理だと思ってるんですけどね。 まあ、かといってね、日経平均もね、えー、ここで売るのはちょっと厳しいと思うんでね。えー、まだちょっと安いんでね、売るにはね。なので、そんな感じで見ています。で、今日から場中にね、ちょっとおもし面白いというかね、いくつか企画を考えていて、その準備をこれからやっていきたいと思っています。ということで、10時回ってきました。 えね、中値が決まっていく時間なんでね、ドル円、この辺がピークかな、今日のピークかな、とりあえず、日中のピークかなと思います。あとは、まあ、調整していくんじゃないかなと思います。売ってみてもいいんだけどね、ここね、ちょっと怖いなって感じですね。ということで、えー、午前中から作業、いろいろやっていきたいと思っている、ラジオ G でした。